はい、大家好、我是安。ガッタです。佐藤です。这个是我的 cosplay 的衣服。它跟因为刚刚我们今天要介绍三楼，所以呢，整理了一下，那他被他发现这套衣服，他就拿出来穿。意外的是他穿得下。好的，我们今天呢要介绍我们的三楼三階ですね。三階はね。はい。もともとミチルは絶対やりませんって。いやでも掃除は私が知ってるから、ちょっとめちゃ不満だったんだよ、そのままやらないと。砂がね。うん。とほこり。で、はい、猫たちは出入りしてるから、で掃除の私はめちゃくちゃ大変で、だからどうしても、もう3階のフローリングをやってほしいって言って、1階、2階は、ふみんでやってもらったから、だからもうこの間ちょっとお悩み相談したんで、でもふみん良かったでしょ、この間一回浸水。この間さ、一回のトイレから水が溢れまして、うん、トイレかシャワーから、でまあ水浸しになったのよ。うん、あこれもう終わったと思って、せっかく綺麗に張った床が、うん、もうふやけちゃってぐちゃぐちゃになるわと思って、うん、でまあ大丈夫だった。そう、水ちゃんとはけて、まあ、除湿かけたら何ともなかった。そう、さすがフーミンさんと思って。そう、本当に良かったね。ね、うん、防水効果がある。防水とか防火火、あ火はうん、それは営業用のやつは OK です。全然何ともなかった。そうで、だから3階はねまたフーミンでやってもらって、で今回おすすめのやり方だって、これはちょっと特殊な状況なので、ボコボコなのと、まあ、俺があんま火をかけたくない、どうしたらいいですかと相談して、まあ、こうなりました。我觉得你边边也是进去就好，我觉得主要是中间。日本都会要直的嘛，像跟一楼一样。哦，日本人是直向。对。直向是这样子哦。对。对。好直的，没有这样。没有很的。まあできたらもういっぱい走れるな、ここね。楽しみだ。ね、だって今回は前と違って、今回はこれをやってから中のインテリアを考えるでしょ。まあ、この床をまずどうにかしないと、あの状況を見たらわかるし。何もしてないのにあんなに砂ぼこりが。这个胶是做什么？就是它是固定接缝，嗯，然后它的好处是，如果你们之后要拆除的话，它虽然粘性够，但是比较不会有残胶。哦。它两层毯子叠在一起，然后我们把上面那一层割掉，然后把下面抽出来之后，它那个接缝会几乎看不到。我们叫冷焊机，就打下去可以把它完全的细细的风完全把它的填满，然后就等于它接缝是变成就不会有渗水下去的问题。拆起来它会粘在一起吗？不会，它只是补缝。大力丝还是可以。如果你要拆要带走的话，一定还是得它复原成四件，不然你没办法一整件。嗯哼。哦。嗯。走，你等下打吸力控，你要等它干啊。走了。打吸力控啊，哪里？就是那个。打吸力控。那个，就是它是一种胶水，就是它可以，你看这边是不是还有一些缝缝？就是我们打吸力控之后，这些缝缝就不会有，就不会有灰尘。把它粘起来，懂吗？然后把它粘起来，它粘起来会花一点时间，所以你先去睡觉。ダンスの教室みたいな場所になっていく。
じゃあここ、これは弟さん来る前に改造さするよね。あいつが10月に来るんだけど、今8月。まあ来月やろうね。じゃあ考えはあります？副部屋兼シアタールームみたいな、あのなんだプロジェクターつけるか壁直すかわかんないけどやって、ここにあれ人をダメにするクッションで、ここにハンモックはぁ、あ、下げるだけでいいから、あとあのチューブラリン椅子ちょっとてよ、この家で一番広いスペースだな。そうだね、壁がないのでめっちゃ綺麗に見えるけど、うん、まあ、下はほぼ何もしてない、まあ、敷いてるだけでしょ、うん、これそうで、まあ、あのちょっとシリコン、よく見るとまあ段差あるんだよ、そんな気にならないの、破れたりもしないから、まあ、結構いろいろ使ってるけど全然大丈夫そう。まあ、これはもともとその教室とかダンス教室用の、うん、素材なんで、で結構な、まあ、子供は転んでも痛くないちょっと柔らかめだよね。そうそうそう、まあそこもちゃんと予防の通りね、ここはめっちゃでかい隙間があったじゃん、結構隙間があって虫入ってくんじゃんこれ、うん、どうしようかなっつったら、まあこうしてくれたもともとこういうやり方もあるだって。あ、そうなの。そうそうそう、へえ。でもまあそれ隙間も解決してくれた。じゃあ隙間なんかコンクリートとかで埋めようかなと思ってたけど、だよね、これでいいんだと思って確かに全然いいじゃんね。え、これはめっちゃコストを抑えてくれたんで。そうっすね、台湾みんな絶対こういうスペースあるだから、でほぼ、うん、使ってないパターン多いでしょ。みんな服を干すぐらい。うちも廃墟みたいなあったもん、裏に入ってきたら、こちらは倉庫みたいな、まあ、まあ、片付け中ね。そうだよね、まあ、完璧に完成はしてないんですけど。そう、でもまあできた場所はこれ趣味部屋というか、はい、まあ、俺の格好見てもらったら分かるけどね、まあ、秘密基地みたいなね、趣味部屋でございます。ああ、趣味、まあ、大好きなフィギュアとか漫画とかね、こういったら置き場なかったんで3階にコーナー作りましたはい、これ多分ね、ここ飾ってるものは7割は全部私のものじゃね、言ってほぼ私のものじゃん。マイク、暑いか？暑い。春换季的衣服我来介绍，这边是佐藤喜欢的史努比，他是史努比粉。那、啊、其实他的史努比其实还有不少，就是还在袋子里面没有拿出来放的，而且就是他比较男生一点的东西，这也是他的。然后我们家各个空间都会放这个一盆，就是防蚊。上面的话，像这个是我们前阵子在二手店发现，这一张才台币80块，塑胶海报，所以我们就买了好几张。现在 cosplay 的衣服嘛，我偶尔会玩 cosplay， 偶尔，对，会觉得。然后这个是 Mio 的啦，之前有看过人，你知道，那 Mio 有出过 cosplay。接下来就是嘛，我是个初音粉，所以有很多的初音也还没有摆出来，然后老家还有一大半吧。那模型的话、啊，我们自己都是只要去了日本就会东买西买，然后扭蛋干嘛的。那密友的是在他自己房间，所以这里没有密友的。有啦，这只啊，他拿上来玩的。然后漫画，漫画还比较少，因为我们之前是怕那个搬家，那漫画比较重。我在从日本回来的时候也卖了好多，
这边死神全套，然后地狱乐。那有些人就会怕，如果自己有小孩，就是不敢这样摆。但是因为蜜友，我们家的猫跟蜜友都不会动这些东西，所以才有办法这样摆。やります。多分隙間空いてると入りたがるから、埋めとけば大丈夫。こういうちょっと隙間空いてんじゃん。したら入っちゃう。この箱説明した？箱は説明してない。はい、これはアンさんのアイディアです。ワインの箱。うん。でこの下とか見るとさ、めっちゃおしゃれな箱なんだよね。うん、ワインの箱って。これよく見ると、ここにワインが入ってたわけだね。うん。ここにボトルが出て、っていうのをこのフィギュアぴったりなんだよ。そう再利用してます。まあいろんな、まあ、使い方あるみたいな。なんか、ね、日本だ調べたらなんかテーブルとかテーブルにしたりとか棚にしたりとか、まあ、自由に組み合わせしてやれるから面白いよね。いろんな形、ね、大きさあるし、でデザインがまず最高にかっこいい。うん、で木の模様とか、うん、まあ、天然の木使ってるから、そうこれいいよね。ミチルコレクションね、あのなんかこちらもこんな感じ、ね、チクチクのやつな。なんかチクチク好きなの。怪獣とかが好き。怪獣とかなんか宇宙系とか。あ、そう。で、まあ、ミクはね、二人集めてるもんね。まあね、こちら。ミクフィギュアね。こちらちょっと大事なやつは中に入ってる。で、こちらはなんと家の中にテントある。おー。あ、おしゃれ。おしゃれ。ワイル。ワイワイル。これは、ミチルだったら、なんか家の中にテントを置きたいなって言って、それで、私何度か全部揃った。俺の要望に応えて用意してくれました。これも全部ね、このインテリアのものが全部私が頑張って揃ったやつんだよ、全部。くつろぎスペースが、これはまあニトリのやつとか、あのキャンプ用のマットとかね、うん、敷いてます。でもこのこれをなんかソファーで使えるんじゃん、中のやつ。そう、これは自分でつけたもん。あ、これね、 UFO キャッチャーじゃない、なんだっけ。え、何言うね、 UFO キャッチャー。ドリームキャッチャードリームキャッチャー、そう、かわいいね。で、これ、まあ、ガチ、もう、実際はキャンプ用の防水のやつだけどな。まあ、外でも使えるやつ。そうそうそう。これもね、貼って、まあ、裏これだからさ。うん。何もしてないんだから、これで隠す感じ。これ結構簡単で、絵とか置いたり、ね。いろんな可愛いものを飾って、だってみんな絶対なんかこれ借りた場所なのになんでそこまでやんのって、でも言って実際もう置いてるだけだから、これはまあ引っ越すだけに全部持っていけるの。そうだね、床もそう、ここにどうぞ入れてやったら最高だよ、癒し空間になります。で、もうこちらも、まあ、もちろん植物が置いたらちょっとおしゃれになるんだね。植物大事だ。植物は大事。ここを全部壁の穴埋めて、白ペンキ塗って、で、プロジェクター。ドン。これは、この三階の空間がミチルが何かやったっていうと、この壁っすね。この壁ね。最初来た時からもう、これ思い描いてたんだ。でも本当に、これ買ってよかったって感じだよね。これはね、マジ夜このテントで映画見たら最高。びっくりするの、お母さん。デミ？お母さん。お母さん逆に嬉しいじゃん。明日今部屋明るいからあれだけど、夜だとめちゃくちゃ怖い。そうだね。緑夜全然違うの。行かないの。で、結構もう明るいし。で、今120インチぐらい。ほほ。まあ、家のテレビだとだいたい50インチぐらいとかが限界じゃん。うん。シアターでも100インチ以上いけますから。これで映画見たり、子供はここで踊ったり、ワイワイしてるな。そうだね。だいぶ変わったよね。そうだよ。全然違うし。置いただけだけどね。あ、お前の椅子は？は？忘れてた。朝から作ったのに忘れてたわ。見てください、これ。本革です。これがどうしても作りたかった。まあ、インテリアンデビューよ。
この民族の感じに合うかなと思う。レーザーすごい、いいでしょ、すごい。でも余った革とちょっと使えない場所使ってちょっと寝るモードにして、これはもともとなんかスタンピーチ用の、そうで改造した、で枕も作ったんだ。これはだるいやつだな。スタンプしてね、全部一個ずつ。どん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 。めっちゃだるいやつ。こういうデザイン設計から作るまで3時間。すごくな？うん、早いですね。最高だぜ。売らないやつね。は非売品です。めんどくさすぎるので販売予定もございます。いくらのやつ買いたかったっけ？あと1万6千ぐらいじゃなかった。そう、それでみちるが私が作るからやめとけって言って。本当に半年くらい前に行ったんだけど、うん、ようやく作りました。まあ本当に作った。すごいすごい。だんだんフィットしてくるよ、また。そうだね、出来上がりなも。はい。みんなも自分の家の使ってない場所も改造してみてください。簡単ですよ。まあ物を置いてるだけ。そう、置いて、かけて、壁1個ホームシアターにしたらもう映画館の完成です。はい、山猫ちゃん帰ってきますんで、はい、次の動画は楽しみにしてください、はい、バイバイ。